嬉しかったよね。嬉しかったです。それこそこうメンバーのエピソードをこう見つけるのにも大変でしたし、そこをまたこう内縄口を沖縄の方言に直してさらにそれをこうまた訳するみたいな、なんかすごい工程があったんですけど、いろいろね時間をかけて本当にこだわってこう作らせていただいたので、出来上がったのを見た時にちょっと空港にも置きたいなぐらいな感じのクオリティーもなったから、すごい期待が嬉しかったです。いや、なんか最初すごいシンプルで、シンプルで行こうみたいな感じだったんですけど、いや沖縄で行きましょうってなって、何回もこの枠組みとかも自分でこういうのいいんじゃないかとか、海をバックにした方がいいんじゃないかとか、いろいろこだわった。僕たちの思い出の地ということで、本当にマニアックなガイドブックになって、まあ、沖縄で撮影してした時にすごいなんかそのエモーショナル、エモいっていうことを、そういう気持ちにも自分たちもなったので、そこでエモーショナルっていう言葉と、沖縄でいうと美しいっていう言葉でチュラという言葉があるんですけど、そこを組み合わせてチュラーショナルっていう言葉に、まあ、造語ですね、君の馴染みはないですが、皆さんでなんか使っていって、なんか美しい、なんかエモいなって思った時、あのチュラいなとかチュラーショナルって使っていただければ幸いです、ね、ぜひね、沖縄を見るチュラーショナルお願いします。僕ら高校一緒なんですけど、普通校なんですけど、そこにも行かせていただいて、当時僕が座った席がまんまんあったんですよ、うん、こうなんですけど、後ろのロッカーの木の素材とかも全く一緒で、その前にまず匂いが、いやもう高校入った時も匂いが当時のままで、やっぱそこもなんかエモいんだ、チュラーショナルだなみたいなここはすごくお気に入りの、そのチュラーショナル感が出た1ページになったかなと思いますね、うん、僕はチュラサンビーチ、海で撮った写真と思うんですけど、着飾ってない素のなんか2人が出てる感じ、もう本当に沖縄に溶け込んでるような感じの、なんか何も考えてなさそうなように、これは東京で出ない顔、これは東京で出ない顔じゃない自分たちが普段メディア出させていただいてるんですけど、そこではなかなか掘り下げないところまで掘り下げてるので、幼少期だったりとか、幼少期のところに住んでた場所だったりとか、2人の思い出の地みたいなところを行って撮影して、それが乗っかってるので、そのまま今まで見たことない自分たちが見れる。大丈夫、東京で無理してないですはい、全然無理してないです。東京は東京でもいいところがいっぱいありますもんね。はい公式的な方言じゃないんですよ。ちょっと訳すると、なんかちょっと硬くなってしまう沖縄方言がたくさんあるんですけど、それではなく、なんか本当になんかネイティブな、ネイティブ沖縄方言のネイティブな本当話し言葉みたいなのがたくさん詰まってる内縄口方言になってるので、なんか沖縄の方が見ても、あ、これ使うな、面白い、面白い、あ、これで言うんだみたいな面白いかと思います。確かに、あと多分このカルタをやれば、なので内縄口は制覇したことになります、うん、もう沖縄行っても通じますね。通じます、全然通じるので、ぜひ使ってみてください。メンバーの反応とか、あ、どうでしたか。いや、結構なんか良かったよね、うん、もうこの2人がいる時点でなんかメンバーの反応いいんですけど、メンバーにファンが多いので持ちつ持たれつな関係性なんですけどまあニヤニヤしながら受け取っていただいて、面白いですね、見ていただきましたけど。メンバーの方も、カルタやりました。まだできてはないんで、やってないですね。みんななんかエピソードとかも、やっぱこう自分たちのエピソードとか見て、ああなんかこういうのあったんだとか、それこそこのカルタの写真撮ってるのも、なんかこういう、なんですか、顆粒シュっぽいシャツで撮ってるので、なんかその沖縄感が出てるだったりとか、あとそのグループっていうか、なんか撮ってる、写ってる人たちによっても、そのエピソードも変わるので、なんかそういうのもすごい楽しんでました。このメンバーは、カルタ強いんじゃないかなっていうメンバーです。カルタ強いメンバーですか。あ、やっぱ竹内海星とかじゃないですか。やっぱ芸能界一なんで、あの人の運動神経だし、なんか予習してそうだもんね、ちゃんと。あとやっぱ消防でやったらすっごい本気になってる人なんで、確かに楽屋とかみんな結構ゲームとかしてるんで、
ちょっとだけすり替えてやろうか。他のメンバーのゲームちょっと頂戴して、このカルタにちょっとすり替えて、一回やってみます。確かにね、やってみたいですね。メンバー内での沖縄での思い出とかってあったりするんですか？ちょくちょく行ってますよね、16人では。自分たち、アルバム出させていただいた時に、ファン投票で1位の曲を、キャンセルグッバイって曲があるんですけど、MV を作ろうってなって、その時にも16人で沖縄に行ったりとかして、まあ、その地とかも、もしかしたら入ってるのかな、ああ、確かに入ってないのかなって感じなんですけど、蕎麦屋さん行って、僕はもう家族でよく行くお蕎麦屋さんが、美味しいお蕎麦屋さんがあったんで、うん、メンバー連れてったんですよね。でそしたら店員さんが気づいてくださって、なんか、サインお願いしますみたいな感じで、いいですよって言うんですけど、同じ沖縄出身の神谷健太君には一切気づかず、帰りの帰りまで気づかれなくて、すごい伏ててました。一切気づかれなかった。一切気づかれなかった。隣にいるけど、うん、でももしかしたらね、今回はね。ね、それもそのそば屋さんが入ってるかもしれない。入ってるかもしれない。本当に今後作ってみたら沖縄のお土産とかあります。沖縄なんですけど。匂い？なんか香水じゃないですけど、なんか沖縄のそういうなんかハイビスカスとかお花を使ってなんかその匂いになるものをなんか作ってみたいなっていうふうに思いますし、あとだったらね、オリオンビールさんと一緒にコラボビールなんか。最高だよ。やばいよね。最高ですね、それ。はるか、ガイドブックの魅力を、方言でいただいてもいいですか？方言で。死に面白い。どういう意味ですか？まあ、死にっていうのは、すごくたくさん、すごくとか倍増させることなので、とても面白いみたいな意味で、死に面白い。でも、さっき話した通り、もうワラバーからお嬢バーまでみんな楽しめる、カルテに乗っておりますので、ぜひ、週から打てるからね、あちらも全部楽しんでいただいて、ちぐすいな時間にしていただけたらなと思います。ありがとうございます。全然わからない。子供からおじいちゃん、おばあちゃんまで楽しめるカルテで。今日も明日も楽しめるんで。はい。ぜひ、手に取ってください。なんかガイドブックとかには載ってないんですけど、せっかく沖縄に来たらなんか沖縄の中でも島、本島から橋で渡れる島がたくさんあるんですよ。なんかそういったところに行ってみてもいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。やっぱめっちゃ海とかも綺麗なんで、島の方が。その島に行く途中に那覇とかから行ったら二来金井橋って橋通ることができるんですけど、うんうん、畑の方を抜けて急に海が目の前に広がるんですよ。で、高台なんですごい景色がパーって開けて、で、遮るものが何もないんで、高台から橋がグーンって伸びてるんで、そこをなんか一度行ったらやっぱり、あ、沖縄来たーってめちゃめちゃテンション上がると思います。でも俺はもうケントのお父さんに会った時に会ったのしか出せないんだ。これはもうこれ CL 見た人しか分からんなそれは。いや、なんか最終日だよね、あれ。あれ最終日、最終日。前、道の駅みたいなものがあって、お父さんいるかもしれないです。俺の元に情報が入ってきたんですよ。なんかお父さんがどうやらここで働いてるらしいみたいな。じゃあ行ってみるかってなってな、うん、行ってみたら、まあ、いて、すっごい、いや、もうやばかったよ、ね、嵐のように去って行ったな。久々にこの沖縄のお父さんをなんか感じて、いい意味でもう何も考えてないから、マジで俺らが来てもえ、何みたいな、これ何の撮影ね、いつ帰るわけとか、あ、そうね、うんみたいな、あ、じゃあもう、はい、じゃあもう行かないといけないから楽しんでよって言って、からもうこの10分ぐらいだったんですけど、バーってこう去っていくっていう、喋るだけ喋って去っていったっすね。はいはいはい、写真撮って、はい、何これピースするわけ、はい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 、はい、もう枯れた、はい、去っていったっていう、そう、嵐のような、あれは面白かったよね。久しぶりになったけど、なんか目が一緒だったもうこの日一緒だったよ。そうですね、いつもザランページを応援いただきありがとうございます。うちなぐじカルタということで、16人のエピソードをこう沖縄の方言に直しているカルタと、
あとは付録でこうガイドブック、チュラーショナルという僕たちの思い出の地のガイドブックを載せているので、こだわりにこだわったあの作品になっているので、 CL を見ていただいて、なんかちょこっとでもなんか興味を持ってもらったら、なんかこう手に取っていただいて遊んでいただけたらなというふうに思います。自分たちの素の表情が詰まって、やっぱりこの、 あのガイドブックとかにしかない表情がたくさんあると思うので、ありますので、ぜひあの手に取っていただいて、新しい一面を見ていただければなとともに、まあ、カルタもあのネイティブなウチナグチがたくさん詰まっているので、あの変に綺麗じゃないウチナグチも、なんかリアルなウチナグチがすごく載ってますので、これをまあ熟読していただいて、ウチナグチを知っていただければ、皆さんも沖縄もっと楽しめると思いますので、あなたもこれでウチナンチュと言われるように遊んでみてください。